はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回はカメラバッグのご紹介です。ニコン Z9 をお手軽にねスナップで持ち運ぶためのカメラバッグ、なんかいいのないかなと思って探してたんですけれども、素晴らしく良いのをね見つけてしまいましたので、しばらく使ってみて非常に良いバッグだなと思いましたので紹介していきます。今回もうね前に置いてあるのがバッグなんですけれども、カメラアクセサリーやバッグで有名な白馬の商品ですね。有名な GW プロというシリーズ、 GW プロレッドというシリーズから型番というか商品こちらです。 GW プロレッドズームバッグプロ 02XBK というモデルです。型番がこの下に書いてあります。何がいいかと言いますと、レンズをつけたままニコン Z9 がね上から入ります。では機能性から簡単に紹介していきます。このバッグ何が特徴かと言いますと、素早くカメラにアクセスできるトップフローディングタイプのカメラバッグということで、リュックタイプであったりショルダータイプとは一味違ったね形をしております。といってもまあ昔からあるね形ではあるんですけれども、このように上からねアクセスするトップフローディングのバッグになっています。 X パックというね高性能生地を使用しています。 X パックご存知でしょうか。このように今表面見ていただくと、こうねクロスして線が入っているかと思います。この X パックという素材、私はね非常に大好きでして、このように以前ねブリーフィングのウエストショルダーバッグで紹介しましたけれども、こちらも X パックです。これ同じ素材が使われていますね。非常に軽くてね耐久性があって、しかもデザインもかっこいいというね、本当に優れた素材なんですけれども、この X パックが使われています。この X パックじゃないようなモデルもあるんですけれども、私はねこの X パックが使われていることに非常にね魅力を感じまして、この X パックの素材が使われているモデルにいたしました。このように、ね、X パックと GW プロレッドということで、高強度耐水生地で、もともとヨットの方でね世界シェア1位を誇るディメンジョンポリアント社が開発した生地のようです。こんな感じの構造になっていまして、まあバッグとか多くの製品で使われてますね。 X パック聞いたことある方も多いのではないでしょうか。あとファスナーは YKK 使われてますし、パーツもデュアフレックス社の耐久性に優れたパーツ、あとは軍事用に開発された高強度700デニールのナイロンということで、まあ、強度にもねこだわって作られております。では外観見ていきましょう。まず一番表面表側ですけども、ここにポケットがあります。このようにジッパーにはとても持ちやすいねパーツがついていまして、簡単にこうやって開閉することができます。こんな感じでメッシュにキーとかねなくしたくないものをこのように取り付けられるフック、あとは、ここ表にねポケットありますので、まあ、小物を入れられます。例えば、まあ、スマホねどこに入れてもいいんですけれども、今ここにスマホが例えばこんな感じで入っています。そしてさりげなく表面にはねここ GW プロというねロゴがあります。サイド見ていきましょう。このように 500ml のペットボトルが、まあ、なんとか入るといった感じです。これ 525ml ですね。はい、こんな感じです。もう少し小さいタイプの、これ体すこやかちゃ W ですけれども、これぐらいだとこんな感じですので、撮影しながらねやっぱ喉乾きますよね。こういった時にペットボトルもなんとかこう入れられるというのは非常に嬉しいです。これはいい点です。なかなかねこういったペットボトル入るねこのようなズームバッグってないので、私的には高ポイントです。もちろんここにはミニ三脚とか、あとは折りたたみ傘とか問題なく入ると思います。このようにねゴムになっていまして、伸縮性がありますので、まあマックス今のペットボトルといった感じの厚さです。背面見ますとこのようにメッシュになっています。こちらですねショルダータイプということで、今ここにもつけてますけれども、ここと、こちらはですねこのようにベルトをつけて、しっかりとしたこのような肩パッドがついていますので、基本的には肩にかけて使うスタイルが私は好みです。ちゃんとねこのパッドも X パッドの素材なんですよね。はい、このような感じですけれども、あとはここウエストベルトとして腰に巻きつけられて、よりねホールド感を高めることができますし、あとは別についていた金具を使うことでリュックのフロント側にドッキングすることができるようですね。かなりね重装備にはなるので、私はねあんまり使わないと思うんですけど、胸の部分にこのバッグを取り付けるということもできてね、まあアクセス性は非常に良さそうですね。このような感じですね。そしてハンドルです。ここのねやり場にちょっと困っていたんですけども、最初どこに行くのかなと、まあ、こっち側に入れておくのが写真ではね正しいというか、メーカーさん想定している使い方のようですけれども、このようにクッションがある、しっかりとした、ね、ハンドルがついてますので、これをこんな感じでね、はい、ショルダーだけじゃなくてこのハンドルで持ち運ぶこともできます。
ハンドル使わないときはここにこうやって収納しておきます。ちなみにハンドルは脱着はできません。ここにもう直に取り付けられている感じです。そして底面ですけれども、撥水性と汚れのね防止の素材、ターポリン素材という素材が使われていまして、まあ、リュックとかでもあるようなね、こういった拭き取ればねすぐ綺麗になるような素材、これターポリン素材っていうんですね。このターポリン素材が使われていまして、でこの辺りも地べたにね直接置いても、まあ、汚れてもね拭き取れば綺麗になるという素材になってますので、アウトドア用途でも便利です。で反対側は同じようにこのようにポケットが付いています。まあ、ちょっとねクリーニングクロスを入れてたりしたんですけれども、何でもいいと思います。そして上部です。このようにトップ部分にも、はい、実はポケットがありまして、ここにスマホとか入れてもいいんですけどね、私はまあ財布とか入れております。なので本当これ一つ持っていくだけで、お財布とあと鍵とあとスマホとね、ちょっとした小物類入れておくことができますので、完結できるズームバッグとしてとっても秀逸です。結構ねズームバッグだけ持っていっても、他になんかね小さいポーチとかね持っていかなきゃねいけないということがあるんですけれども、そうするとまあリュックの方がいいかみたいなね、でだんだんと装備が増えていくわけですけれども、こちらねカメラを特にニコン Z9 とあとズームレンズ、紹介しますけれども単焦点も、ね、1本入るというね非常に優れた容量、まあ、これ以上大きくなるとかなり大容量というかね、重装備になってしまいますので、この絶妙なサイズ感が非常に気に入っております。では一番便利なトップローディング部分見ていきたいと思いますけれども、はい、こちらも同じようにジッパーを開けますと、パカッと、はい、こんな感じです。逆の方がいいかな。はい、このようにですねニコン Z9 がすっぽりと収まっております。こんな感じです。ニコン Z9 はまあコンパクトとはいえ、コンパクトかまあそこそこ大きいカメラですので、普通の一眼レフに比べるとねスペースを取ってカメラバッグ選びも悩まれる方多いのではないかと思いますけれども、この白馬の GW プロのズームバッグですと、このようにすっぽりとねもうぴったり Z9 が入ります。ではこのように、はい、取り出します。今ストラップはね何もつけてない状態ですけれども、今ついているレンズはこちら MC105mm の F2.8 です。そしてこのフードはこのように逆に向けて取り付けてある状態で、これ伸ばしてそのまま入れることもできるんですけれども、今ね奥にもう一本単焦点を入れてますので、こういった使い方してます。はい、こんな感じでニコン Z9 めちゃくちゃいいカメラです。先日バージョンアップされましてね、より素晴らしい機能が満載になってきまして、本当この Z9 はねマジでいいですという話は置いておいてですね、こんな感じでズームレンズです。24-120mm ももちろんね入れることができます。私ね 70-200 とか持ってないんですけれども、 70-200 も入るのかな、これ厳しいかな。はい、このぐらいのズームレンズであれば問題なくね入ると、そのまますっぽりと入ります。中の機構を見ていきますとこんな感じです。実はね結構奥行きがありまして、今この 105mm をつけた状態でも中にブロワーと、なんとこちらです、 28mmF2.8 の単焦点レンズをこちらね ND フィルターつけた状態で下に忍ばせておりました。この底にね入ります。ちょうどね先端が当たるような感じにはなるんですけれども、この上からねすっぽりと、はい、こんな感じで入れることができますので、ショルダーベルトで肩掛けしながらこう蓋を開けておけば、使いたい時にサッと取ってスッとしまえるという、このねお手軽スナップ感がとっても気に入りました。そして取り出しまして、分かるようにポイントはここです。ここでしっかりと Z9 のグリップの部分が止まってくれますので、下にね沈み込んだりしません。取り出す時も非常に取り出しやすいというね機構になっています。でこれ何かというと、ここね実はこのベルクロで、まあ、仕切りですね、仕切り板がクッションある仕切り板がこのように側面に貼り付けられていまして、なんとねここにも入るんですよ。ここねコンデジ入れることもできます。 RX100 とかねリコンの GR とかコンデジもちろん入れることできますし、今私はこのようにポーチに入れて、カメラグッズですね、はい、このようにクリーニングクロスとレンズクリーナーとか、あとはレンズペンとかね、あとはメモリーカードとか予備のバッテリーとか入れたものをこのように、イリビゾンテのポーチに入れてですね、ここの側面に
忍ばせていると、まあ、隠しポケットじゃないですけどこんな感じで、そしてこのように蓋を閉じると、そうすることで、このように入れた時の、はい、このように棚みたいになってね、ここでストッパーになってくれるというような機構になっています。これいいですね。はい、こんな感じです。まあ、なのでこの奥行き次第で使えるレンズが決まってきますね。結構ね、長い100、400とかだとね、もうこれ入らないと思いますけれども、さらに大きい、他社かもしれませんけれども、ズームバッグ使えば入ると思いますけれども、このサイズね、標準ズームを使ってなおかつ裏にコンパクトな単焦点もね入れて持ち運べそうな感じです。絶妙なサイズ感も気に入りました。そして最後ですけれども、撮影していて突然の雨に降られると、まあ X パック素材とはいえね、こういった Z9、 まあ Z9 自体もかなりの耐久性というか防水、防音性はありますのでね、さほど心配はいらないんですけれども、まあ、Z9 以外のね機材とか入れておいたり、 Z9 とはいえね、あまり濡らしたくないというのがありますので、こちらね、実はアウトドアのバックパックと同じようにね、なんとなんと、はい、このように防水のねレインカバーがついてるんですよね。これはすごいですね。こうかな、ここにねレインカバーが収納されていまして、このフックでね、ここ止められているんですけれども、このフックを外して、まあこのようにねレインカバーで全面覆ってあげる感じにしますと、こんな感じ、ショルダーごと今入れちゃいましたけれども、ショルダー外したかな、はい、こんな感じで見てください。すごくないですか。このようにぐるっとね包むことができますので、中へのね雨の侵入も防げるという優れもの、優れた機構が備わっています。ウエストベルト、このね隙間の穴に収納ができました。これでね不満点は全くありません。素晴らしいですね。気づきませんでした。ちょっとね説明書見てみたら収納可能って書いてあったので試したらしっかりと入りました。特にかなり大きいこういったニコン Z9 とかのね、カメラのニーズをね的確に捉えているバッグだなというふうに思いました。いかがでしょうか。皆さんニコン Z9 ね、どんな感じで持ち運んで、スナップだったり撮影してますでしょうか。まあ、ドンケとかね、そのあたりとかピークデザインのリュックとか使うことも多いんですけれども、最近はこの、はい、GW プロのズームバッグかなり多用しております。なんといっても、このフロントというかトップ側から、はい、パカッとね上部から出し入れできる仕組みが非常に便利になってますので、ぜひね Z9 のお手軽バッグ何にしようかなと悩まれている方ね、このようなタイプもありますよということで参考にいただければなと思います。ということで今回は X パック素材を使用した白馬のカメラバッグ GW プロレッドズームバッグプロ02ご紹介いたしました。では今回もご視聴いただきありがとうございました。